ちゃいます。おはよう。もう完全にメイクをしていきます。スピン、クリームを塗る。朝早いかな？早くはないよ。昨日よりは早いけど。お腹すいた？なんか食べて。今日はレッスンからの撮影？撮影っていうかお仕事？なので、そのなんかレッスンとお仕事の合間に全然時間がなさそうで、そうなのでメイクしていかなきゃいけないんですけど、でもこんな今メイクしてさ、絶対落ちちゃうしさ、レッスンしたら取れちゃうよね、そう思ってるんですよねそう、まあでもなんかしょうがない、もうそこしか時間がないなさそうなので、そこ今しか時間がなさそうなので、やばいやばいやばい、忙しい一日になりそうです。おはよう。さ、そろそろかな。
当はねもうちょっと早く起きたかったので、レッスンの前にご飯しっかりなんかどっかで、てか昨日の夜どうしてもなんか食べたいものがあって、それを食べに行ってからレッスン行こうと思ってたんだけど、なんか朝になったらもう食べたいより寝たいが勝ったそう、なんかレインボースターすごい投げられてる。嬉しいけど今じゃない、嬉しいけど今じゃない。でももう投げ切っちゃったかな、なんかこんだけの量あったらもう投げ切ったかな、もういいやありがとう。そう、昨日の夜絶対明日の朝これ食べに行くぞって決めてたの。だから8時ぐらいに起きたんですよ一回。でもなんかあと10分あと10分が続いて、結局9時ぐらいに起きて、9時前8時55分ぐらいに起きて、やばいやんってなって、とりあえず顔洗って歯磨いて、今って感じです。夜ご飯っていうか夜食耐えたのは夜食、夜ご飯はしっかり食べた。夜ご飯はメールで送ったの食べたよ、言わないでね。おはよう。おはよう。そう、この服のまま洗顔してたから、これめっちゃいい、ファンの方にもらったんですけど、マジで止まる、ここで洗顔このままできる。そう、これまでめっちゃ大変だったの、洗顔するのも。もうパジャマなんてびしょびしょなり放題みたいな。そうだったんだけど、めっちゃ便利これ。うん。今日午後からさ時間空いてたからさ、あれしようと思ってた、マツパ行こうと思ってたのに、予約はしてないけど。時間ないんだ。やば。いつ行こう。お盆前に。終わった。そういえば。今メイクしようとして気づいた。
や、一旦いいや。お仕事は嬉しいから一旦いいや。そう、急に昨日の夜聞いた。スタッフさんに。おはよう。なんだかんだね、2月後半は忙しい。うん、こっから先いろんなレッスンもあるし、いろんなお仕事もあるので、なんだかんだ配信とかもどんどん短くなりそう。できる時間でもなるべく15分は、毎日15分は絶対にやりたいと思っているので、というか毎日アイドルのためにも、うん、なのでちょっと頑張るけど、休息日は嬉しいんだけど、なんかこっから先ハルコンのレッスンとか立て続けに行われてきちゃうと、え、あのお休みの日にさ、絶対1曲2曲別日でレッスンできたよねって思っちゃうんですよ。そう、おやすみしてたのは嬉しいんだが、しかし、いや、もうなんかコンシーラー分からん、レッスンでどんぐらい落ちるかがわからん。おこな、おこなと、おこな、スティックタイプのコンシーラー。1754日、ありがとう。コンシーラーと
ですか？あら、普段来ないスタッフさんからの連絡が一番怖い。でも全然大しあれじゃない、大丈夫な感じの連絡、配信終わったら返す、それでもいいぐらいの気持ちの連絡でした。身構えちゃうよね、えみたいな、なんでこのスタッフさんから連絡来るんやろって。おはよう。なんか眉毛やってないからすごい変な顔変な感じの顔してる今。眉毛の最近眉毛を整えてないから、そう眉毛整えたいなって今日の朝思ったんですけど、ない、眉毛整えるやつどっか行った、だから整えませんどっか行ったんで、てか整えません、てか整えれません、残念。最近もうここしばらくずっとなんですけど、これめっちゃいい、なんか私自眉毛めっちゃしっかりしてるじゃないですか、そうだからなんか眉毛だけどんだけ眉マスカラしてもめっちゃなんか眉毛だけ濃いみたいな女に見えるんですよ。じゃあかといってじゃあ眉毛をもともとの自眉毛を薄くすればいいじゃんって思うかもしれないんですけど、もともとの自眉毛薄くしたら、だからまあ薄くしたら、そのなんて言うんだろう、すっぴんすぴこちゃんの時に眉毛ない人みたいになっちゃうんですね。それが嫌なんですよ私は。そう、すっぴんすぴこちゃんの時に眉毛ない人、なんかその時のすっぴん感って半端なくて、眉毛ないだけですっぴん感って半端なくなるんですけど、そうだからその一回肌色のコンシーラーって言われるもので
眉毛を隠すわけじゃないけど、眉毛の色を一回これぐらいのなんかちょっと白く老けさせて、そうで、その上から眉マスカラを塗ることで程よい発色になることを気づいた。なんかチークオレンジに見える、めっちゃ光の問題かも。よし、で目元、やばい、こんな悠長にやってるけど時間あんのかな、うちすごい悠長にメイクしてらっしゃいますけれど、橋本さん時間あるんですか。わかりません、時間は分かってるんだけど、でもちょっと早く行ってコンビニ行ってなんかスープだけでも買って食べたいからギリギリにお家を出るのは嫌かもしれない。朝から何も食べずレッスンからのお仕事はやばい。倒れる。お昼ご飯まで持たないんじゃない？え、もうレッスン始まったらお昼ご飯なんて食べてる時間ない。普通にそのままレッスンからのすぐお仕事だから、そんなあの持たないとかじゃない。レッスン始まっちゃったらもうご飯食べれない。それはやばい。
からレッスン前にコンビニに寄りたいなって思ってます。今一番これ食べたいって思ってるものはセブンイレブンの鮭茶漬けみたいなやつあるじゃないですか、焼きおにぎりの鮭茶漬けみたいな、今一番あれを食べたい気分的には。サラサラっと、しかもご飯だからちょっとお腹にたまるみたいなものを食べたい気分。果たして私が行くセブンイレブンにそれがあるのかって感じです。本当はずっと気になってたお茶漬け屋さんみたいなところに朝行こうとしてたの。そう、もうちょっとあと1時間ぐらい早く起きた時に、8時に起きて、そうでも起きれなかった。えへへへ、なかったんだ。ずっと気になってたお茶漬け屋さんに行きたかったの。早起きしてでも行きたかった。珍しい、ハルピョンが。おはようございます。あ、夜はちなみに配信多分しないです。多分お仕事が終わらなさそう。今日の夜ね。どうしよう、めっちゃ巻いて終わったら。まあそん時はそん時か、明日も早いんで早く寝よう。3時間巻きとかで終わったら配信しますね。絶対にないけど何するかも分かってないけど、でも3時間も巻くことなんて絶対にありえない。
仕事の時間が長いっていうより始まりがそんなに早くない。だってこの時間からレッスンに参加して感じだから、お仕事の始まりが早くないって感じかな。言いたいこと分かるかな、伝わってるかな。アビアの言語能力で今日こっちのアイラインめっちゃ下手。やる気なくす。書くの苦手なんだよね。こっちめっちゃうまい。これくらいでいいか。ちょっと下手だけど、ちょっと下手だけど笑。喋り方優しい、嬉しい。でもなんかハンピョの喋り方眠いっていつもファンの人に言われる。いつも眠くなるって言われる。なんかママにも言われたしって言われるし、いつも。いやなんか無理、なんか左右非対称で無理。ちょっとやっぱやり直し。そう、ワイの声は眠なるらしいで。なもんかな。すごいアイラインにめっちゃ時間かけちゃった。今からマジで
次でやるよ。めっちゃ物投げた人、ちゃんと箱に入ったんで大丈夫です。やっぱ松葉行きたいな。ビューラーが下手、ビューラーが下手、本当にやだ。ビューラー下手っぴ。なんかまつげ短くなった？気のせい？え、なんか短くなった？気のせいかな？わかんないや。マスカラしてないからそう見えるだけ？よし、今からタバタバタバかまつげを作っていきます。多分世間的には長いと思います。でももっと長いを求めてる私は。
イクで変わるって言われるのも嫌なんだよね。メイクで、あ、まつげ伸びたねって言われるのも嫌なの。そう、難しいお年頃だって、詐欺ってるってことじゃないですか。まぶた挟ん、痛い、まぶた挟んだ、痛い痛い痛い。とりあえずまつげパーマ行こう。そう、まつげパーマ行けばまつげを根元からしっかり立ち上げてくれるので、やっぱビューラーでは自分の思い通りにならん。おはよう。ここの親和性悪い。このまつげとこのまつげの親和性今日悪い。なんかキモい。マツパ行きたい。でもこの悩みってマツパ行って解消されんのかな。え、まつげにめっちゃ寝癖つくの。なんか最近長いから、私の寝方が悪いのかな、わかんない。なんか最近めっちゃまつげの寝癖すごい。あっちゃ行ったりこっちゃ行ったりしてる。経典の配信終わった。え、早くない？経典も今まつげやってるよって、さっき来たばっかなんだけど、まつげ終わったの早ない？うちまだ片っぽまつげしかやってないんだけど。え、やばすぎまつげにうち時間かけすぎ。ゆりなちゃんの配信終わって、うちのまつげの時間のかけ方間違ってる？
んかもう束感作んないと、なんか変な気持ちする。最近今日まつげ調子悪い、嫌だ、無理できない、ねえできない、今日調子悪い、まつげ嫌だ、嫌だ、誰か、なんか松葉池っていうお達しだ。ただこね橋本、今日まつげできない、こんにちは。なんだろう、ビューラーの問題かな、なんか今日なんか下手、今日まつげ下手、マツパ行く、早く行くから許して、早く行くから今日ぐらい頑張って、必死にまつげを さとしている。やばい、待って、時間ない、あかん、
か。ちょっとこっちの下だけちゃんとやっていこう。髪の毛やってる時間なんてないんで持っていきます。アイロンストレートだけ軽くやってこう。普通に外に出れる状態まで。可愛いって言ってくれて。でも私はちょっと不満。こっちかな。こっちかな。なんか。いや多分根元から上がってないな。やっぱ。やっぱビューラーの問題だな。ビューラーの問題っていうかビューラーの仕方というか私の問題です。ビューラーは悪くない。全責任は私橋本春奈にございます。十分可愛い。ありがとう。こんにちは。やばい、お茶漬けが。お茶漬け買っても食べれないことになる。やばい、よくない。買うだけ買って食べれないとか最悪最悪。キャロさんミラボールありがとう。イマジュンさんロリポップありがとう。細アイロン。やっぱリュック買おうかな。なんかさ、普通に高校生とかが使ってる普通のリュックを買うかめっちゃ迷ってるんです今。学生カバンみたいな普通のただの普通のリュック、なんかおしゃれなリュックはファンの方にいただいたのがあるんですけど、おしゃれな河内ちっちゃめリュックなので、そうヘアアイロン2個とかメイクポーチとか、メイクポーチ1個なら入るんだけど、メイクポーチとヘアアイロンとか入らなくて、そうどうしよう。
ってずっと悩んでんの。でこの間いいやつあったんですよ。めっちゃこれいいじゃんって思ったんだけど、そう次そのお店行った時にはもう売り切れてた。でやっぱ左まつげちょっと無理。前髪は別にその大きいリュック、なんかすっごい昔大きいなんかさリュックとかじゃなくて、そのなんていうんだろう、本当にただのリュック。もう買うかめっちゃ悩んでる。なんかこうやって見たらさ、なくない？わかる？言いたいこと。でも実際はあるんだよ。だからもっと根元から立ち上げたいの。多分もうマスカラの重みでね下がってっちゃうんだよね。お、ちょっと立ち上がった。立つんだジョー。あ、もうこのまつげたちジョーって名前にしよう今日から。早急に松葉に行きたいと思います。 OK。 どうしよう。でもとりあえずもう行こうかな。これ持っていく。これとなんかヘアピン持っていきたい。いや髪型まだ悩んでるから。可愛いか。もしかしたらこれにするか。よし。もうちょっとここら辺バッサバッサだけど。スプレーと、オイルスプレー持って、ランキング読みます。
持っていくようね。1位まああとピョンズさん、2位ギャローさん、3位鉄道のエイトさん、4位、エンドレッドさん、5位ラオキチさん、6位クマタカさん、7位クロケンさん、8位スズメちゃんさん、9位バジュンさん、10位ベベモンさん、11位トシさん、12位マックミックさん、13位バージョン R さん、ありがとうございます。皆さん見てくださってありがとうございました。ちょっとこの後私はお仕事に行くので、お仕事レッスンどっちも、まあどっちも仕事なんだけど、どっちも行くので、ちょっと今日は夜配信はもうできないと思うんですが、最近頑張ってるんだなって、なんか心の奥底でも脳みその片隅にでも思っていただけてたら嬉しいなと思います。頑張ります。スプレー入りませんスプレー入らない、こっちのスプレーなら入るかな。入った。じゃあこっちのスプレー持っていきます。よし、これ3つは絶対に持っていく。あ、待って、お腹空いて気持ち悪くなってきた。よくあるやつ。あとスポッチも持っていく。ということで、それではありがとうございました。着替えていきます。それでは最後にキャッチフレーズをして終わりましょう。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで6871盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう。タイム研出身ハルピョンこと橋本アルナでした。それではまたいつか会いましょう。いつか会いましょう。ありがとう。またね、ありがとう。頑張ってくる今日一日。